親ガチャって言葉知ってますか？親ガチャ？はい。Twitter とかちょっと SNS で今話題になってまして。人って自分勝手の生き物やと思ってんねん。うん。うわーって恨み持ってるこのなんか共通点みたいなのがもうなんとなく見えてきたりするんですか？そういう。それはやっぱ家庭環境やね。はい、皆さんこんにちは。レスキューハウスの時間です。今回ははい、今回なんですけれども、隊長にまずは聞きたいのが、はいはい、一つのワードなんですけど、親ガチャって言葉知ってますか？親ガチャ？はい。親ガチャを知らん。そう、親ガチャっていうのはちょっと主に若年層、若い子たちが使ってる言葉なんですけど、Twitter とかちょっと SNS で今話題になってまして、要はゲームでガチャガチャってあるじゃないですか。あるね。聞くまでわからないみたいな。はい、それと合わせて子供も親選べないから子供がだからガチャしたらたまたま今の親だった、それがラッキーなのか俺ガチャ失敗したわ、ほんまにそのワードが流行ってんの？そうなんです。今ツイッターでも親ガチャ俺失敗したわとか、俺親ガチャ成功してるわみたいな、よかったみたいなっていうような形でちょっと皮肉めいた言葉っていうのが少し話題になってるんですよ。隊長ってその実際どう思うのかなっていう。まあけどほんまにそれはその通りやなって正直思うねんけど、子供、親も子供選ばれへんし、子供も親を選ばれへんやんか。でその選ぶ選ばんっていうところに関しては出てこないと合わないと成長しないと分からんことやんか、一緒に過ごさないと分からんことやんか、でも親ガチャっていう言葉があって、自分の息子が俺自身を親ガチャ失敗したと言われたとしても、それは仕方がないことなんかなとも若干思ってて、なんでかっていうと、そもそも人って自分勝手の生き物やと思ってんねん。親も子供のためにこうしろああしろとか言ってるけど、大半って自分のことも踏まえて言ってるんじゃないのって思うことがあるんだな。例えばやで、親が子供に片付けをしなさいって言ったら、自分が片付けしてあげたら本来は進む話やんか、けど子供に片付けっていうことを知ってほしくて出したものは片付けろっていう教育があんねんけどさ、やっぱり昔から言われたこともあるやろ、おもちゃを出したらおもちゃを直せとか、本を出したら本を直しなさいと、それは日本の教育上そうやって言われると思うねんけど、いやいや気づいたんやったら親がやってくれよって話になるかもしれへんやん、これは子供からするとね。だから人間って結局は何かしらの理由を見つけて自分勝手な行動する生き物やと思ってんねん。はいはいはい、それを正当化して言うのか理不尽に言うのか、そういうところに関わってくると思ってて、この話の何を伝えたいかっていうと、人間は自分勝手やからこそいろんな言葉を発すると思うねん。その発する言葉が相手を傷つけたり、相手の思う通りにならへんことも言うと思うねんな。それで親ガチャっていう言葉が生まれてきてるやろうし、それで家庭環境が悪くて自ら死を選ぶ方もおるやろうし、その全てが親ガチャっていう言葉があるなら全てガチャやねっていうところよね、正直今の話を聞いたら。職場ガチャ、上司ガチャとか言うんじゃない？上司が最悪やったとか上司が良かったと失敗したと、ガチャ失敗だと、ガチャ失敗やと、会社ガチャ失敗やと、けど選べるやん会社とかを、けど親は選ばれへんよねっていうので、親ガチャ失敗とか成功とかいう話があるんやろうなとは今話聞きながら思ってる。確かに。その親ガチャっていう言葉を実際言うってことは、若干その子供としても反抗的なのかっていう印象があるんですけど、実際消防とかの現場で子供というかがあまりにもちょっと反抗的じゃないですけど、この子親に対してすごい恨み持ってるなみたいな。それはあるよね。その加害事案っていう要請がかかったら、喧嘩やねん、簡単に言ったら。親をぶん殴って親がもう、血だらけになってますとか、死にかけてるとか、そういうのはやっぱあるで、この若い方の親殴ったりとか、そう暴行加えたり、うわーって恨み持ってるこのなんか共通点みたいなのがもうなんとなく見えてきたりするんですか？そういうそれはやっぱ家庭環境やね。社会環境、家庭環境、周りの環境っていう環境が影響して生きづらさ、ストレスを感じてるよね。親にこう言われてムカついたとか、もうこの家なんか滅びたらいいのにとか、そういう感情の人っていうのはやっぱりおる。家庭環境っていろんな意味合いがあって、親が作る環境と子供が親に対する態度とかもそうやし、息子の周りの環境も家に持ち帰ってきて悪かったな、息子がいじめられてたらどうする、心に闇抱えてしまうやな、ほんなら心に闇を抱えても家族と接したくないってなるわけよ。親だけじゃなくて家庭環境っていうのは親とその一人と周りの数十名の環境のことを俺言うと思ってる。一人当たりに関しての数十名、自分の周りの人たち、はい、その環境が全て悪かったらやっぱり家庭環境が悪いっていうところにつながる。だから夕日が家庭環境悪い、お前の家家庭環境悪いとしようや、それは親だけが悪いんかってなると違うよ、俺からしたら。親と関わってる人たちの環境もうまいこと言ってないやろうし、夕日が何学校生活、社会人になっての周りの環境か地元の環境か、それも関わってきてるわけよ。だから家庭環境って親と子供だけの問題じゃない、それを取り巻く環境とかも家庭環境、それがやっぱり悪い、正直もう共通点としたらそれだけ、圧倒的に悪い。最後に子供が親ガチャ失敗してしまった場合、どうこの子は思えばいいとか、どうしたらいいんでしょうかね。親ガチャ失敗した人がどうするかっていうと、自立することじゃないかなと思う。例えば親からもそうやし、はい、その環境、自分を取り巻く環境から自立しないと、親ガチャ失敗したと思う人は、親に頼れば頼るだけストレスを感じると思うねんな。例えばお父さんに、お父さん遊びに行こうやと、僕遊びに行きたいと、休日ぐらい遊びに連れてってほしいと。けどお父さんはお前なんかと遊ぶ時間ないと言ってお酒を飲んでたとしようや。その人が何て言うかと言ったら、親ガチ失敗したっていうわけやん。年収なんぼなんてお父さんに聞いても教えてくれへんと、他の人はもう高級車で迎えに来てくれたりとか、そういったところでその子たちが思うのって、親ガチャ失敗したって思うんじゃない、そういう人たちって。そうですね。結論何が言いたいか分かる。結局は人に頼ってるってことや、親ガチャ失敗したっていう人。だからその人に頼る回数を少なくして、自分で自立する、自立して行動する、自分のしたいことを挑戦する。別にバレリーナとかお金かけんでも今 YouTube でできるわけやんか、初心者レベルとかな、はい、あと例えばお小遣い 5,000 円欲しいと、みんなもらってると言った時に、違う形でお金の報酬なんか得る方法いっぱいあるわけやん。例えばお母さんにお風呂掃除するから100円ちょうだいって言ってみたりとかやで、5,000 円ちょうだいって、何もしなくて 5,000 円ちょうだいじゃなくて、お母さんにお米洗うしお風呂掃除もするから1日それをやったら300円欲しいと、それ1ヶ月やってみ、なんぼよ、1万円になるわけよ。そういったところでいくらでもやり方があるから、自立するっていうところが大事かなと思う。そういうことかな。はい。今回の動画が良かったと思う方は、いいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。助かる命を助けるために、これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。先輩消防士の話。よし。ポンプとアンビュランス。初めての災害現場。